はい、皆さん、こんにちは。レック不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では今回はですね、不動産鑑定士講座のパンフレットを使いまして、このテーマですね、希少価値で勝負、不動産鑑定士取得のおすすめというテーマでガイダンスをさせていただきます。不動産鑑定士、三大国家資格の一つと言われています。法律系の最高法資格が弁護士、会計系の最高法資格が公認会計士とともに、不動産系ですとこの不動産鑑定士が最高法資格と言われています。ただ他の2つと比べますと、一般の人はこの馴染みがねちょっと薄い資格だと思いますので、まずはこの不動産鑑定士の仕事ですね、業務内容についてお話をしていきます。で、鑑定士の業務は大きくですね、左縦位置鑑定評価業務というものと、縦にコンサルティング業務ですね、大きく2つの業務に分けることができます。で、まずは鑑定評価業務ですね。どういった業務かといいますと、文書のところ、公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務が鑑定評価業務ということになってきます。不動産の経済価値を判定して、いくらいくらという金額を出していく、そういった業務が鑑定評価業務ということになっていきます。で、この鑑定評価業務は国から認められた独占業務ということになっていきます。鑑定士にだけ許されているのがこの鑑定評価業務、独占業務ということになってきます。で、この鑑定評価業務はですね、大きく2つの評価に分けることができまして、公的な評価と民間の評価に分けることができます。公的評価というのは、依頼主が国とか都道府県等々ですね、公的な機関の場合です。いくつか具体例があるんですけど、まず1つ目、地下工事という制度だったり、表現ですね、聞いたことないでしょうか。例えば、今年一番日本で高い土地は銀座のどこどこです。そういったニュースとかって聞いたり見たりしたことないでしょうか。国土交通省が日本全国の地域の代表的な土地、26,000地点について全国の鑑定士に評価をさせて、毎年1月1日時点の価格を、3月の中旬ぐらいに一般の人にですね、公表、向上する制度がこの地下工事と呼ばれるものです。これ鑑定士の公的な評価の代表例一つということになってきます。続いて、相続税路線価の評価というものもあったりします。相続税というのは、路線通りごとに基準となる金額が付けられてまして、それに土地の面積をかけて、で、税率をかけることによって、相続税と決まっていきます。で、この通りごとの基準となる金額ですね、これ国税庁から委託を受けまして、やはり全国の鑑定士が評価をしまして、毎年ですね、国税庁が一般の人に公表する制度が、この相続税路線価、ね、こちらも鑑定士の公的な評価の代表例一つということになっていきます。あとは下、ちょっとこれ漢字間違ってしまってるんですけど、こうじゃなくて、これ固定資産税の基準と標準になるような金額の評価なんかも鑑定士は行いますし、さらには、公共用地の取得場面での評価です。例えばある県、A 県が、県の道、県道をですね、道幅を広げるために市人さんから土地を買う場合ですね、取得をする場合です。その場合に、主人さんが、いや、例えば A 県さん、あなた買い手の立場なので、提示している金額って、なんか買いたとこうとして、なんか安い金額で提示をしてるんじゃないですかって、そういった争いにもね、なってしまいがちだと思います。その時に、いやいや、この提示している金額は、不動産の専門家であります不動産鑑定士が公平中立な立場から理論に裏付けられた適正な金額として出した金額なんですよって示せば、額自体には争いは生じないということになってきます。世の中知られていないんですけど、公平中立な理論的な不動産の価格というものが求められる場面が多々ありまして、そんな場面で鑑定士の評価が大いに役立ってくるということになってきます。で、続いて右側ですね、民間評価、依頼主が個人さんとか民間企業等々の場合です。例えば不動産を売買するとき、担保に取るとき、相続をする際にあらかじめ適正な金額を知っておきたいですね。そういった場面の評価だったり、さらには不動産を賃貸借するとき、いや、これ賃料の評価です。
不動産の価値が高い時代にこう賃貸借契約ね、高い賃貸借契約を結んで、ずっとずっと更新で来ました。で、借りてる事務所ビル気に入ってるんだけど、さすがに払ってる賃料が周りのね、似たような事務所ビルよりもこう高い賃料を払ってるようなので、次の更新時にオーナーに減額のですね、交渉をしたい。そういったね、減額の交渉の際の有効な資料となってくるのが、鑑定士のこう賃料の評価ですね。不動産鑑定士は賃料の評価も行ったりします。あとは、不動産を証券化する際の評価ですかね。不動産の証券化って言葉は聞いたことありますでしょうか。こういった今収録しているこれレック本社ビルなんですけど、こういったね大きな事務所ビル、一個人が買えるものではありません。だから不動産っていうのはこう売り買いされないと価値が上がっていかない。どうするのか。一人じゃ無理なんだけど、何千人何万人が小口でお金を出しちゃえば大きな金額になるでしょうってことです。まあ共同話みたいなものです。では投資をした人どんな見返りがあるかというと、こういったね大きな事務所ビル、テナントに賃貸することによって賃料収入を得ることができます。得た賃料収入を投資家に今配当する。不動産を株券のように金融商品化することを不動産の証券化と言います。代表例がリートと呼ばれるものです。不動産投資信託ですね。リアルエステートインベストメントトラストですね。不動産投資信託で、J リートと呼ばれるものは、今そうですね、60以上の銘柄が上場されてまして、本当に株のように売り買いすることができます。で、J リートについては、法律で、これ半年に一度、不動産鑑定士に評価をさせて、投資家に情報開示をしなければならない。そういったことがですね、法律で決められています。つまり、不動産の証券化の場面においては、鑑定士の鑑定評価というのは、この証券化の信頼性を担保する、そういった役割を持っているのが、この証券化の場面の不動産鑑定士の鑑定評価業務ということになってきます。で、一方、こちらコンサルティング業務ですね。不動産に関する困りごとを、資格、知識を生かして解決していく業務です。いくつか例があるんですけど、例えば、まちづくりに深く関わっているような鑑定士もいますし、あとね、インバウンド需要拡大に伴うコンサルティングで活躍している鑑定士もいます。海外の投資家が日本の不動産を購入する際に、やっぱり日本特有の、規制だったり慣習がありますので、そういったことをアドバイスするコンサルティング、要はこれ語学力を生かしてコンサルティングを行っている、そういった鑑定士もね、多くいます。あとは、CRE 戦略の場面ですね。CRE、もしくは CRE 戦略って言葉は聞いたことありますでしょうか。これコーポレートリアルエステートの略でして、企業が所有している不動産の有効活用の提案、アドバイスをしていくのが、この CRE 戦略の場面のコンサルティングです。例えば、都心に点在しているグループ企業をですね、まとめて、新しくね、できる大きな事務所ビルに、このグループ企業をまとめると、横のつながりができて、新しい商品なんかも開発することができますよ。こういったことをアドバイスしていくのが、まあ、CRE 戦略の場面ということになってきます。今、大手の不動産会社は、この CRE に特化した部門を立ち上げて、ね、営業をかけています。今後、不動産業界で伸びるであろうと言われている分野が、この CRE 戦略の場面ということになってきます。こちらは、大手の不動産会社等々の、そういったね、CRE に特化したですね、そういった部門で、これね、企業内で活躍するですね、そういった場面が、この CRE 戦略の場面ということになってきます。鑑定士というのは、一般的には、独立開業型の資格と言われています。同じ不動産系で言いますと、司法書士さんとか、土地家屋調査士さんなんかと比較されて、不動産系で独立開業型の資格と言われています。で、その中でも鑑定士は独立開業しやすい資格と言われています。まず鑑定士独立するため の、 初期投資がほとんどかからないというのが一つですね、理由として挙げられます。自宅とパソコンがあれば、ね、基本的には独立できます。土地家屋調査士さんなんかはこう何百万するような測量の機械なんかを準備しなければならないと聞いたことがありますので、それに比べますと初期投資はですね、かなり低く抑えられます。とともに鑑定士は公的な評価があるので独立開業しやすい資格と言えます。先ほど説明した通り、鑑定士さまざま公的な仕事、公的な評価があります。これだけ公的な仕事がある資格というのはなかなか他には、ね、ないとは思います。例えば弁護士さんの国選弁護は公的な仕事だと思うんですけど、
あれなんか結局アルバイトぐらいの金額にしかならないと聞いたことがあります。それに比べますと適正な報酬がもらえます。都心ですと鑑定士の人数が多いのでこれだけで食べていけるってことにはならないんですけど、まあ、年収の下支えになったりしますのでこの公的な評価があるというのがこう独立開業しやすいですね。そういった理由になっています。とともに鑑定士のね仕事の仕方としましては通常ね試験に合格しますと鑑定会社鑑定事務所に就職転職をしてそちらでこうサラリーマンとしてキャリアアップを図っていくというのが多くの合格者がですね進むべき流れということになってきます。でさらに知られていないんですけど一般の企業内で専門性を生かして活躍する鑑定士もいます。企業内鑑定士、まあ、インハウスなんて言われたりするんですけど、私が知る限りですと司法書士さんとか土地家屋調査士さんでこの企業内で活躍するとあまり聞いたことはないんですけど鑑定士は知られていないんですけどインハウス企業内鑑定士ですねを活躍しています。例えば先ほど言いましたこの不動産会社ですね CRE に特化した部門で活躍している鑑定士もいますし、あとは金融機関、特に信託銀行さんですね。信託銀行さんは内定を出した学生に入社前からですね、お金を出して鑑定士のね勉強をさせて、入社と同時に鑑定士のね試験を受けさせて鑑定士を取らせるということを行ったりしています。信託銀行ですと多くの鑑定士がね活躍しています。あとは鉄道会社とかですかね。今鉄道会社というのは半分不動産業ですよね。駅中駅地下高架下いかに所有する不動産を有効活用していくかというのが業務の中ね重要な割合を占めています。そういったね不動産の有効活用を適切にアドバイスできる資格者は誰かというとこれ不動産鑑定士と言われてますので知られていないんですけど鉄道会社の中にも多くの鑑定士でね活躍しています。あとは役所ですね、観光庁です。リックはですね、財務省から委託を受けまして、仕事として鑑定士の資格をね、取らせるという業務を請け負ったりしています。財務省さんは、例えば国有地を売るときに鑑定士に評価を依頼するという形で、鑑定士に評価を依頼する立場なんですね。なので依頼する立場の財務省さん内で鑑定士が必要かというと、依頼をして手に入れた評価書が適切かどうか、やっぱり内部でチェックしたいみたいなんですね。なのでやっぱり財務省内でも鑑定士が必要されています。例えば東京都庁なんかでも毎年ですねキャリア採用という形で鑑定士を募集しているようです。知られていないんですけど役所の中でもね鑑定士が、ね、求められる場面があります。そういったことで、ね、活躍している鑑定士もですね多くいらっしゃいます。つまり鑑定士というのは資格の生かし方、まあね、選択肢がいくつか与えられているところで、せっかく資格を取ったので一国一城の主として独立開業していくって選択肢もありですし、いや自分はなサラリーマン鑑定士として大手の鑑定事務所等々でキャリアアップを図っていきたいって選択肢もありですし、いや自分はねこの資格を生かして一般の企業内でこの資格をね生かす、そういった活躍の仕方をしたいって、そういった選択肢もありです。資格というのはやっぱりね手段です。資格を取ったらバラ色というわけじゃないんですけど、この資格の使い勝手がですねいろいろ選択肢があって使い勝手がいい、そういった意味でもこのテーマですよね、不動産鑑定の取得ですね、まあ、おすすめする理由ということになってきます。で続いて鑑定士の仕事の進め方なんですけど、この鑑定評価業務の仕事の進め方なんですけど、不動産を評価するので必ずこの現地調査というのを行う必要があります。で例えば九州にある不動産を評価するの誰が多いかというと、もちろん地元の九州の不動産鑑定士が評価することも多いんですけど、例えばそのね九州にある不動産を所有している企業の本社が東京とかにある場合には東京の鑑定士に依頼するってこともあったりします。つまりね鑑定士というのは結構出張が多い、デスクワークとフィールドワークがちょうど半々ぐらい、そんなイメージが鑑定士の仕事です。必ずね不動産現地に行ってね確認する必要があります。出張等々も多いですのでデスクワークとフィールドワークがちょっと半々ぐらい、私鑑定士選んだのは旅行好きだってことがあったんですけど、それとねデスクワークをですね楽しめるならば、取得がおすすめなのが鑑定士の仕事ということになってきます。
あと、仕事の進め方なんですけど、鑑定士はこう浮世絵的な仕事の進め方を行っていきます。つまり何人か鑑定士を抱えている事務所のねボスが仕事を引き受けました。そうすると、じゃあ A 君、君のこのね評価を任せるので、2週間で締め切りを切るので、2週間後僕の方に提出をしてくれないかって形で、案件ごとにそれぞれの鑑定士ですね評価をですね任せます。グループでの評価はなくはないんですけど、基本的にはねそれぞれの鑑定士評価を任せます。これ責任も重大なんですけど、自分のスケジューリングで裁量にもついて鑑定評価を行うことができる請負的な仕事の進め方をしていきます。なので例えば女性の場合ですと、こう出産等々で仕事をセーブせざるを得ない、男性でも介護等々で仕事のバランスを取らなきゃいけない、そういった場面もありますよね。そういった場面においても鑑定士というのは専門家で、しかも請負的な仕事の進め方をするので、しかもですねこうリモートしやすいんですよね。なのでこう出社をしなくても仕事の量をですね、セーブはせざるを得ないんですけど、仕事を辞めずに出産だったりね子育てだったりですね介護等々のバランスをとって仕事を続けることができる、そういったね特徴があるのも、まあ、鑑定士のね取得をね進めてね理由ということになってきます。では鑑定士資格を取得するためにはどういった試験制度を突破する必要があるのか、今度は試験の中身について説明をしていきます。でページ進めていきますと、はい、試験ガイドが示されてまして、まず鑑定試験一番の特徴は担当式論文式の2段階選抜方式で試験が実施されます。まあ、公認会計試験なんかと同じような、ね、2段階制度になっています。まずは担当式試験ですね。3つ目、科目というところを見てください。担当式試験は行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目で試験が課せられます。行政法規、不動産買って気ままに使えるものではなくて、さまざまな規制、法律があります。建築基準法とか都市計画法って法律名とか聞いたことありますでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目になってきます。もしも宅建士試験なんかを勉強された方は、勉強されたうちの4割ぐらい重なってくる科目が、この行政法規という科目になってきます。もう一方、鑑定理論、名前の通り鑑定評価する際の理論、考え方を学んでいく鑑定士としての専門科目が、この鑑定理論という科目になってきます。いずれも択一式、まあ、マークシート方式で問題が出されまして、それぞれ100点満点の合計200点満点で試験が課せられています。でいつ試験が実施されるかといいますと、例年5月の中旬の日曜日、通常は第2日曜日、母の日が試験日日程ということになっています。で、どれぐらいの割合で点数を取れば合格することができるのかといいますと、下から2つ目、総合点ね、おおむね7割と願書に示されています。ただ鑑定試験の相対評価の試験です。問題のレベルが優しければラインは上がっていきますし、難しければ下がっていきます。近年はどれぐらいで合格することができているかと言いますと、こう表になっているんですけど、大体まあ 60% から 70% ですね。 70% 超えたことはないです。なのでどんな問題でも大体7割取れれば合格することができる、そういった担当試験になっています。でどれぐらいの率で合格できるのかと言いますと、2021年度は合格率 36.3% となっています。まあ、大体3人に1人が合格できる、そういった試験が担当式試験ということになってきます。で合格しますと、続いて論文式試験ということになってきます。で3つ目、科目というところを見ていただきまして、この行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので、論文では出題されません。一方、専門科目であります鑑定理論は論文式試験においても出題されます。加えて民法、経済学、会計学、計4科目で試験が課せられる、科目数が多いのが論文式試験の特徴ということになってきます。いつ試験が実施されるかというと、例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日日程となっています。最終日月曜日ですので、お仕事されている方は、ね、事前にお休みを取っていただく必要があります。真夏真っただ中3日間論文文章を書き続けなければならない試験です。体力勝負的な面もあるのが、この論文式試験ということになってきます。で合格する際のポイントは、
とにかく科目数が多いので、こうバランスよく学習していくことがポイントです。基本的には得意科目は不要で、苦手科目があるとなかなか合格することができません。なので、4科目バランスよくですね、やっぱりね、鑑定試験相対評価の試験なので、みんなが書けるような問題を自分も書けるようにして、みんなが書けない問題は気にしないということですね。とにかくね、4科目バランスよくですね、苦手科目を底上げして、バランスよく学習していけば合格することができる。そういった試験が論文式試験ということになってきます。では、どれぐらいの率で合格しているかと言いますと、2021年度、合格率 16.7%。まあ、6人に1人ぐらいの割合で合格している。この6人というのは担当式試験合格した人6人のうちの1人。これはなかなか 16.7% 厳しい合格率ですよね。で、これいつも言い訳的にこの合格率の厳しさは受かった後のこの希少価値につながってくるということになってきます。つまりはこう比較的取りやすい資格試験というのはじゃあ取ってすぐに就職転職に直結するかというとそうじゃない部分もあると思います。一方例えば地方商事さんもそうですし鑑定士もそうなんですけど合格率の厳しい試験というのは取るとやっぱり希少価値を生み出します。就職転職に直結します。特にこう学生の方ですよね。あの希少価値がありますので就職活動の時にも不動産に関わる企業ならばやっぱり最高峰資格の不動産鑑定士ちゃんとね認知度がありますので就職活動でかなりの武器になります。そういった意味でもこの合格率の厳しさはこう就職転職に直結するという形でこうポジティブに考えていただくとまあありがたいかなと思います。あと試験制度特徴がいくつかありまして、ピックアップと書かれてるんですけどまず一つ目のポイントとしましては担当式試験合格者は翌年翌々での2年間担当式試験が免除になる制度、担当免除制度言い方変えてこう三進制度そういった制度になっています。特にあの鑑定士はね働きながら勉強される方が多い資格になってますのでこの担当免除制度をうまく使っていただくことが、効率的に最終合格をですね、近づけるそういったね戦略ということになってきます。でもう一つポイント2、実務経験がなくても基礎知識で短期合格が可能となったんだということです。した学生等の若年層の方や不動産分野での職務経験ない方にも積極的にチャレンジしてもらうために短期合格可能になるように2016年度より試験モーダル見直しが実施されています。あの鑑定業界って本当に今人手不足なんですよね。鑑定士登録しているのが全国で大体8000人ぐらいと言われています。確か、弁護士さんが4万人公認会計士さんが3万人ぐらいとかですかね。桁が違いますよね。しかもあの鑑定士として仕事をしているのはそのうち6000人ぐらいと言われています。実際鑑定士と仕事は6000人で6000人のうち60歳以上の方が4割以上を占めていると言われています。この公的な評価の定年って70歳なんですね。なのでこの6000人のうち4割以上占めている60歳以上の方が定年を迎えてしまうと一気に鑑定士の人数が少なくなってしまってこの公的な評価が成り立たなくなると言われています。なので国土交通省もしくは、不動産鑑定士協会危機感を持ってまして試験問題の見直しを行ったんですよね。若い方だったり他業種の方にも積極的にチャレンジしてもらって短期で合格することができる。つまりそれまでの試験はベテラン重視の知識量重視のそういった問題が多く出されていました。それよろしくないということで基礎を重視した短期間で合格できるような問題だったり形式だったり採点に変更しています。本当に短期合格者増えています。なので今業界人手不足で、実際問題ですね絶対数も少ない希少価値があります。でかつ就職状況も今ね売り手市場です。でかつ試験も受けやすくなっていますのであの鑑定士満たすにはこういいタイミングということになってきます。ではどれぐらい勉強すれば合格できるのか一定の目安を説明していきますと、15ページぐらいに進みますとまず担当式試験合格するためには講義の時間も含めましてだいたい500時間ぐらいの勉強時間確保していただければ合格することができると言われています。一方論文式試験は科目数も増えますし論文文章を書く訓練もしなければなりませんので
合計でやっぱり2000時間ぐらいは最低でも勉強時間確保していただく必要があります。まあ、トータルすると最終合格まで、まあ、2500時間ぐらいの勉強時間確保していただく必要があるんだということになってきます。で、踏まえてじゃあレックとしましてはどういったコースを準備しているかと言いますと、まずは2023年度に最短で最終合格を果たしたいという方におすすめのコースがありまして、そちらが18、19ページの見開きのところに記載されているんですけど、2023担当論文フルコースですね、これフルパッケージのコースですね。2023年度に一気に最終合格を目指すフルパッケージのコースということになっていきます。ブルーのところがこれね、担当のコースになっていまして、と同時にこのねピンクのところですね、論文のコースも同時に受講するって流れですね。で、論文のコースの内訳としましては、まずは知識をインプットしていく論文基礎記の部分と、あとは実際に多くの問題を解いていくこうアウトプットの時期に関するこの論文完成期の部分ですね。こういった2つの部分から成り立っています。で、このフルコースですよね。例えば比較的時間が取れる学生の方だったり、あとは公認会計試験だったり、司法試験を合格している方は論文科目の一部が免除になります。そして、ね、科目免除が受けられる方だったり、あと働きながらの方であったとしても、早い段階で例えば春からだったり夏から勉強を始めることができるならば、このフルコースで一気に最終合格目指すことも十分ですね、可能ということになっていきます。ただいきなりフルコースはちょっとハードルが高いって方もいらっしゃると思います。そういった方に続いておすすめなのが、では21ページ、2023担当論文基礎コースというものがあります。この担当のコースをメインにしつつ、で論文を見据えて知識をインプットしていく論文基礎の部分だけをですね、受講していくのが担当論文基礎コースということになってきます。で、この担当論文基礎コースの特徴は、自分の学習進度に応じて論文式試験の受験年度を決めることができるということになっていきます。つまりこの基礎コース申し込んで仕事とのバランスで十分に消化をすることができたので、2023年度の8月に行われる論文式試験ですね、本気で受けてみようという形で、ね、2023年度向けのこの後半の論文完成期の部分を自分でね付け足して、で2023年度の8月に論文式試験を受けるということもできますし、いやいやちょっとさすがにやっぱり仕事とのバランスでなかなかうまく消化することができなかったので、2024年度の8月の論文式試験をですね本気で受験しよう。なので2024年度向けの、論文完成期のアウトプット部分のコースをですね追加で取って、で2024年度の8月に論文式試験本気で受けようと選択し、自分の学習進度の時点でフレキシブルに本気で論文を受けるですねタイミングを決めることができるのがこの担当論文基礎コースということになってきます。ただやっぱり働きながらだとちょっと論文と同時に学習はなかなか厳しい。せっかく担当免除制度があるんだから段階を踏んで免除制度を生かして最終合格を果たしたいという方もいるとは思います。そういった方におすすめなのが22、23ページですね。2023担当合格コースですね。これ担当だけの合格を目指すコースということになっていきます。このコースの中にはテキスト過去もすべて入っています。このコースを取っていただきまして淡々と講座を消化していただければ十分に2023年度担当一発合格できるね力身についていきます。で、見事受かっていただきますと、この2024年度向けの論文だけのコースもねちゃんと準備しています。なのでまずは2023年度は担当に特化して担当合格コースで担当に合格して担当免除制度を課して2024年度論文に専念して論文を合格するですね、こういった流れもね選択肢としてあります。コースとしては3つですね。もう最短で受かりたい担当論文フルコース、なかなかねフルパッケージは厳しいので論文を見据えて担当論文基礎コース、いやいや免除制度をうまく使ってまずは担当だけの担当合格コースですね、3つ準備しています。それぞれですね、こうね
大学生活だったり、あとね、お仕事だったり、バランスがあると思いますので、それぞれね、生活スタイルに合わせて、今の本当、鑑定業界人手不足です。今ね、業界こう変革期にありますので、ぜひ鑑定士、あの魅力ある資格だと思います。おすすめです。なので、勉強始めていただいて、次の鑑定業界の担い手に、もうご覧になっている方がですね、なっていただけたら、ありがたい限りということになってきます。はい、以上をもちまして、私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。